はいどうも、パンケーキこと岸井龍太と申します。今回は皆さんにお知らせがあります。なんでこんなハイテンションなんだっていう、皆さんにお知らせがあります。ちょっとめっちゃ鼻詰まってるから声がいつもと違うかもしんないけど、お知らせがあります。なんとこの度彼女ができました。その彼女とキスをしている画像がこちら。熱々ですね。なんとパンケーキくんにホットケーキちゃんという彼女ができました。これ視聴者さんからいただいた画像なんですけど、可愛くないですか。めっちゃ可愛いですよね。なんとですね、パンケーキくんにホットケーキちゃんという彼女ができました。あ、岸井亮太にはまだ彼女はできてないです。これできたら言った方がいいのかな。言った方がいいんすかね。なんか僕本当に彼女できた後にいろいろさ、なんか自分に彼女できた時になんかその言われるのがめんどくさいから言おうかなと思ってるんだけど、きっぱりね、きっぱりできた時はできたって言いたいんだけど、そのなんか彼女できてるのに、そのなんかなんて言うんだろう、私パンケーキさんのことを好きなんですけどみたいな、え、なんて言うんだろう、いやそれは別にいいんだ、それは別にいいんだけど、なんて言うんだろうな、なんかいろいろその勘ぐられる、いろいろ勘ぐられるのが嫌だから、きっぱり言おうかなと思うんだけど、ね、言っちまえばさ、いいじゃん。で、できたのに言ってなかったらさ、なんかさ、私たちに隠してたんですかみたいなのを言われても嫌だからさ、まあ、できた時はできたって言おうかなと思ってるんだけど、まあ、どっちがいいのかな、まあ、ずっと言わないでいいのかなと思ったり、え、でも僕さ、その、彼女できたらさ、彼女と一緒に動画撮ったりしたいんだけどな。ということでですね、本日もガチマッチやっていきましょう。はい、それでは富士坪スポーツクラブのガチヤグラやっていきましょう。彼女ってどうやったらできるん？僕そもそも出会いがないからさ、ネットで作るしかねえよな。ネットで作るしかねえわ。いやでも結構僕はそのネットレーナーとかは全然いいと思うんだよな。お互いに幸せなら全然いいと思うよ。出会いがネットってだけだったっていうだけだからね。なんて言うんだろう、出会いがネットってだけだからね。やれんかったー、ナイスー。全然悪いことじゃないと思うんだけど、なぜか批判されがちだよね。まあネットでそのなんか公に見える場所でイチャイチャしてたりするからだろうな。公に見える場所っていうか、なんて言うんだろう、そのツイッターとかの場所でイチャイチャしてるところを見せてるとちょっと嫌がられたりするよね。まあ別にね、まあまあまあ、見てて他の人は反応しづらいもんね。うおー、いや、やれなかった。っていうことはあれじゃん、僕彼女できて動画撮ったところでじゃね、動画撮ってもさ、はなんだこいつアピールかよ、キモみたいになるくね、なるよな。ヤンダンソンいって、撮影長くね、撮影長くないっすか。で、知り合いの人に、じゃ知り合いっていうかまあ視聴者さんなんだけど、視聴者さんに彼女持ちの人がいるんですけど、その人にどうやったら彼女できますかねって聞いたら、僕彼女と付き合えたのはお互いに友達がいなくて、それでなんか仕方なく二人で遊んでるうちに
彼女になりました、付き合ってましたってふざけんなよマジ。恋人を作るためには友達を犠牲にしなきゃいけないっていう新しい感じだな。うまい。まあ僕も彼女作るためにちょっと友達を減らそうと思うわと思ったけど、元から友達いないんだった。てへてへ、何がてへじゃ。やった、よし。悲しいよな。友達もいなけりゃ彼女もいない。友達減らせばいいですよって言われたのに、友達いないにもかかわらず彼女もできないって悲しいよな。ナイス。ちなみに視聴者さんの中では彼氏持ち彼女持ちの方はいらっしゃるのでしょうか。彼女持ってる、彼女じゃねえや、彼氏彼女がいる方はぜひ僕の動画を見る際は視聴料をいただきたいんですが、で僕に彼女ができるまで、僕に彼女ができるまでは視聴料をいただきたいと思ってるのですが、どうでしょうか。完全に妬みケーキなんだけど、あいつをやれ。何、あいつ逃げるのうまい。しかしながら味方がやってくれる。こっちバリアブルローラーと書いてあるんだ。全然見てなかった。味方強いな、普通に。僕なんかクソみたいな話してるのに勝ってんだけど。ういチャージ時間早っ。ナイスー、ナイスー。味方ネタ強かったんだけど。もうほとんどずっと僕のチーム押してたもんね。強っ。さあルール変わりまして、ガチアサリ、もずく農園のガチアサリでございます。やっていきましょう。いくぜ。チャージャーバケツにホットブラスターにマニューバーか。このガチアサリめっちゃ僕苦手だよな。ていうかそもそもガチアサリの勝ち方が分からへん。ガチアサリをさ、ガチルールにすんのやめません。レギュラーマッチにしませんか。うわー、チャージャー見てる、痛いよ。角度当たるのか。怖っ。OK。 さて、あー取らせてくれ。よしよし。でもさ、前にも言った、前のなんかの動画でも言ったと思うんだけど、僕のさ視聴者さん結構さ、彼氏持ち彼女持ちが多い。恋人がリア充が多い。あ、敵のハイパープレッサーかと思ったら味方のハイパープレッサーだった。羨ましいぜ。ナイス、後ろでやってくれ。ナイス、神。行くぜ、俺たちは行くんだ。よし、ナイス、味方が強い。
痛い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 、味方味方強い、ハイパープレッサーさえあれば、ハイパープレッサーたまんない、オッケー、じゃあちょっと待って、ちょ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 ノン、ナンパッソン、バリア壊されてるよ、あれなんか入ってるよ、やだ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 、なんか来てる、なんか来てる、ダメだ、やめてくれ、それを入れないでくれ、なんだお前、なんだお前、なんでなんで知らないの、なんで、ブッス、くそ、やばい、また来てる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 ぞ、くそ、カウンター攻撃をもろに食らってしまったな、悪いな、こっちにいるんだよ、ナイスだ、いいぞ、行くぞ、行くぞ、相手のアサリはゼロだ、オッケー、もう一人いる、ナイスナイス、もう一人いる、もう一人いる、ナイス、行くぜ、俺も入れる、俺も入れる、おりゃ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 、オッケー、神、こっちにいる、よし、うん、後ろ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 、痛いですけど、いいぞ、これまたカウンター、カウンターが来てるから、カウンター来てるから、カウンター来てるから、カウンター来るから、ちょっとこっちで警戒も必要、こっちで警戒するのも必要、来てない、来てないね、来てなかった、よし、よりゃ、ちょっと今日の動画いつもよりめっちゃ喋れてるかもしれない、ちょっと嬉しいかも、いつもより喋れてる、ちょっと僕さ喋るの苦手なんだよね、喋るの苦手なのになんで実況やってんだよって感じかもしれないけど、ちょっと待って、喋ってるから、今喋ってる間になんか飛んできてる、なんか飛んできてる、なんか来てるよ、なんだこいつ、ちょやれない、やれない、ナイスナイスナイス、どっちか来るんだ、どっちか来る、こっちか来る、来ない来ない、よかった、ダメだ、いつも俺喋れてるからって浮かれてたらダメだ、浮かれケーキだった、やれない、残り32秒、頑張るぞ、うわ今の知らないの、知らないの、結構当ててんだよ、当ててんのに、なんか死んだ、なんだこいつ、あぶね、やだー、狙われる、飛んだ、どこに飛んだんだあいつ、裏来る、裏来る、裏来ない、オッケー、一枚やって、もう一人来てる、マジそこでやられちゃうの僕、でも相手3落ちしてるから、これゴールをあれしたら勝ち、守ったら勝ち、オッケー、シュシュせよ、シュシュせよ、勝った、よしよしよし、ナイスナイスナイス、オッケー、ということで本日はパンケーキくんに彼女ができましたよという動画でした。ちょっと釣り動画になってしまって申し訳ない、まあ、未だ僕には彼女できないんで、そこは安心っていうかしてもらったらと思います。てかパンケーキくんっていうキャラをそもそも知らない人もいるかもしれないんで、この機会にぜひ覚えてください、パンケーキくんっていうキャラがいます。ではでは、ありがとうございました、またね、バイバイ、最後まで動画見てくれてありがとうございます。ここの真ん中にあるボタンを押すと僕のチャンネル登録ができて、あの右が一番最新の動画で左がおすすめの動画なんで、ぜひそのいろいろボタンを押しまくってください